はい、魔女の迷宮やります。よろしくお願いします。初級ダンジョンが終わったので、かわいいですね。プリキュアに出てきそう。ももパンはくれないのか。じゃあ行きます。道具屋でなんか面白いもんある？あー、ここら辺ぐらいを攻めて持ってきたいなと思ったけど、ゴールド全然ないんだな。びっくりするぐらいない。マジか。なんか売った方がいいのか。メダルショップ、へえー。でもそんな高く売れるものもないね。まあせめてこれが50円か、この辺りぐらいか。よし、わかった。普通に行こう。うん。タイムアタックダンジョンね。30階層、なかなかでかいね。で、中級で、いきます。10階。10階か。この動画分でまとまるかどうか。ちょっと待ってね。装備して。ちょっとアイテムもいっぱいになってくるから、ちょっと読みますな。なんか、やたらシンプルだな。アイテムに調べることができる。あー、そっか。うん。また木か。都内に店とかないのかな。まあアイテムはちょっとカツカツになっていくので、どんどんやっちゃいましょうか。上方向、万能薬、セリアンブルー、相当な色だなと思うんですけど。パン増えすぎ、どうしよう。そう、まあ、とりあえずここか。この部屋で終わりかな。防御アップ。ちょっと飲みますね。このゲーム結構ミス率高い気がする。あります。3F。位置的にはあんま良くないマップだな。あ、来てるね。まだ木の剣か。もうちょっとワンランク上の欲しいな。プラス1とかじゃないでしょ。カビタパンか。最悪し、お、黄金の盾。てか錆びないぐらいか、これは。あー、まあまあ。え、何これ、川の盾みたいなの。ゴールドニャンコの黄金って何？まあいいや。ありがたい。あー、となると、いや、さらにパンの意味がなくなってくるな。どうしようかな。パンが圧迫しすぎてるんだよな。まあ、そろそろ降りるか。まあ、防御も増えたし、悪くはない。そこそこいい武器拾ったね。防具か、盾ね。まだ悩む階層ではないかなと思うんで、さっさと行きますか。万能薬。結構役に立つよな。回復は意外とまあ使う機会があるから、でもパン食べるわ。で、パンね、多分そんなに使うことないから、こうやって、あ、最大値上がんないんだ。まあ、意味不明だよな。あの、不思議のダンジョンシリーズのさ、満腹度いっぱいの時に食べると、
その上がるっていうさ、あの機能あるけどさ、あれなかなかむちゃくちゃだよな。これどんな感じなんだろう。ああ、はいはい。これ、魔法の矢、はい。あいつ嫌なんだよな。どうしようかな。あいつはね、これ毒状態にできるのかな。まあ使い捨てだな。意外と強いな。毒も回復できるんだ。じゃあ助かるわ。鑑定ね、使うか。ワープ、まあしのぐぐらいにはできるか。いやいやい、鑑定ね。降ります。チェックポイント取って、まあちょっと奥めんどくさいんで接触する前に鉄か。ちょっと待って、ちょっとね、もう使っていくしかないやん。空間把握、まあ呪われてるとかないのか。 OK、 分かった。じゃあ置くわ。火炎は使えるからな。鑑定持ちすぎ？持ちすぎだね。お金を欲しい。近づけてしまった。意外とアイテムの最大持つ数は少ないよな。あー、やっちゃった。くそ、ふざけやがって。まあいいや、これを機にアイテム整理だ。まあ正直なところ多分間に合うんで、別に気にしなくてもいいなと思うんだけど、どうでもいいが。本当にあれ、壺的なものはないのかな。少なった分ワープ持っとっか。6階です。そろそろナイトとか出てくるのかな。アイテムあんまないね。オッケー、鑑定。まだ4ダメもらうのか。レベル6。神秘の薬。ちょっと待ちよう。使っちゃうか。鑑定してもしゃあないんですけど、こんなもんはね。清めか。呪い回復ね。触りましょう。
難しそう。変化もしくは変化、モンスター変身か。いらんトラブル招きそうだな。なんだ、食べちゃうか。腐る可能性もあるし。呪われてるね。は？なになになに、びっくりした。手なずけだ、本当に？なんか僕その愛される要素ありましたかね、今の行動。まあそういうのが好きだったやつなのか。売買目的で持ってるくらいかな。まあでもいらないな、正直。アイテムスペ的には。強敵ないと出ないからまあ楽ですね。よし、掘ります。8回。次が30回とかですかね。構築的には、状況になると。回復薬。即折りでも正直悪くはないぐらいだとは思う。8回でしょ？取るもんもないからな。じゃあやってやるか。あ、間違った、間違った、あ、いや、いいのか。なんで外れるんですよ。ちょ、マジで強い、こいつ。やばいやばい。本当に強い。なんで？本当に危ない。これは。ナイトのクリステルは何なの？即折りスペかな。せっかくだからと思った。お、何これ？ブルースリット。分裂すんのか？火炎入道みたいなもんか。パンいっぱいだな。ね、即折りするとかなんとか言っても普通に歩いちゃってるんですけど、折ります。中級9回。バットでしょう。火炎か。火炎は取っといた方がいいな。君のパン食べるわ。お腹もほとんど減らないんですよね。盾のおかげで。ここで仕留めるわ。分裂してるよな。まあ、EXP 的には悪くないんだけど。ああ、やめて。使っちゃうかな、よく。助かるぜ。お、一撃か。強いね。変なもん増えたな。奥か。鑑定するもんもないな。オッケー、いきます。ああ、フラフレードしてる。まあ、アタックはそこそこあるよな。万能薬ね。いや、降ります。あ、しまった。そういうことが。マジか。マジで。そういうことか。
どうしようか。前方ってどれぐらいよ。あ、こいつ嫌なやつだ。やばいやばいやばい。これはまずい。ちょっと待った。足元使うのどうやんのこれ。万能薬とかあったっけ。とりあえず B 上げて。うわー、そういう感じ？マジで。ちょっと待って。あんま飛んでねえじゃん。こいつまずいわ。 6？ そうだね。マジで飛んでって、ちょっと。結構飛んだ。オッケー、仕留めよう。オッケー、これでとりあえずいい。回復飲んで、よし。まああとは肉弾戦でもぶっちゃけいいぐらいだと思うが、まあまあまあ使っていくか。オッケー、いいだろう。あ、いけますね。これは普通にいけます。ローグライクのボス戦で緊張するよね。いきます。クイーンだったのか。はい、戻しました。やったぜ。ありがとう。そしてあなたは誰だ。コンティニューしない。パンを食べない。うん。保護って何？はい。メダルもらった。モンスター牧場ね。ちょっと行ってくるか。かわいい顔してムチ持ってるの面白いやん。うん。肉は投げても無駄。肉とかあるの。次は20回？あ、ここら辺は結構ね、素で行こうと思うと結構楽しいかなと思いますけれども、まあ中級ぐらいは経験者だったら普通にクリアできると思います。じゃあ、まあ紹介としてはこんなもんでいいかなと思ってるんですけど、またね、ちょっと時間見つけやったりしたいかなと思ってます。まあとりあえずお手軽でね、ストーリーの話とかは基本的にあるはあるんですけど、まあそこはあんま気にせずにダンジョンを普通にシンプルに遊ぶっていう行為ができるので、なんかローグライクやりたいなーって時にはいいかもしれません。セールじゃなくても1400円ぐらいだったかな。それで買えるので、まあ、楽しいかなと思います。じゃあまたよかったら他の動画含め見てください。楽しかったですね。魔女の迷宮でした。またよかったら他の動画ね、いろいろ遊んでいきたいと思うんでよろしくお願いします。あのね、ちょっと迷ったのは魔女の迷宮でよかったかなと思ったんですけど、魔女の迷宮でしたね。よかった。はい、じゃあまたはよろしくお願いします。さよなら。